こんにちは。マリサだぜ。霊夢だよ。ロードスターが走っているわ。今日はグランツーリスモ7の話？ケビン・シュワンツが運転しているぜ。松坂鈴木の話？ちゃう。え？これや。バーチャファイター e スポーツやん。うぷぬし、大好き、バーチャファイター3ちゃうの？今、うぷぬしが難易度ノーマルで3セット選手の。デフォルトでノーマルモードをクリア中だ。近日公開だぜ。楽しみにするわ。で、今日は何やるの？日曜日の朝6時の定期トーナメントに参戦だ。こないだ、サラとやって負けたやん。今度はシルバーカップに参戦だぜ。大体、同じ程度の強さ同士当たるのね。でも、日曜日の朝6時は早いわね。起きられないぜ。そうよねー。スマホに5時半と5時45分にアラームを設定するぜ。起動してる。ロード早いわ。7段で入るぜ。エントリー受付中ね。うぷぬし、間に合ったぜ。エントリーするぞ。確かに日曜日の朝6時ね。ルームを検索しているぜ。早く見つかる時が多いが、今回は遅いな。まだ？うぷぬし、寝起きでひたすら待つぜ。まだ眠いぜ。寒いぜ。お、入室したわ。このルームはうぷぬしだけね。これから入ってくるはずだぜ。あ、来た。いきなり、出て行ったわ。パイか段位か人数が気に入らなかったか？どうせ、開始前には各ルームが混ぜられるぞ。さっき出て行ったサラが、また入れられるかもね。よくあることだぜ。なのでうぷぬしは動かない。眠いし。あと11分あるので一旦録画起きるぜ。みんな早起きね。ずっと起きてる人たちも多いだろうな。8分前だけど、うぷぬし一人ね。暇で意味ないが、下のルームを検索するぜ。検索中ね、5段のアキラとアイリーンだな。確かに、段位が近いわね。うぷぬし、入れられるかな？無理っぽいな。入れられなかったのね。さっきのサラいるな。うぷぬし、入ったけど、一瞬で検索ね。結局、最初の一人のルームに入れられる。まあ、いつもこんな感じだぜ。もう、うぷぬし検索しないんだろうね。また、一旦録画起きろう。1分ちょっと前にはここに入れられとるな。始まるまでは、やりたけりゃ対戦できる。うぷぬしは対戦しないのね。やらんな、体力温存というより。めんどくさいんだな。まったくもって、うぷぬしらしいわ。ま、一旦切るわ。21秒前だが一緒だな。まだ対戦しとるな。多分、寝てないんでしょうね。もう、時間切れだわ。もう、英雄に。ま、やりたい人たちはどうぞ。時間的に、セットもできんな。うぷぬし、起きてる？寝たか？もう3秒ね。うぷぬし、起きろよ。組み合わせが始まったぞ。確かに、意外にいつも時間がかかる。ひたすら待つしかないわね。本当に、うぷぬし、起きてる？起きろ。影や、2段。あ、うぷぬし入れられた。結局、さっきの人たちが入れられてくるんだぜ。そうだね。あと30秒ちょっとだぞ、もっと入れ。入ってこないわね。そうだなぁ、増えないなぁ。こうやっていると、30秒って長いわね。増えないわねぇ。普通もっとたくさん入ってくるんだがな。時間切れ寸前に、ダーッと入ることもあるがな。18秒、今まで何度か経験したが、嫌な予感がするぜ。特に日曜日の朝6時はなぁ。今のところ、変わらないね。うぷぬし、起きてる？すがに、起きてるんじゃないか？3秒。そろそろだぜ。出た。大会が成立しませんでした。初めて見たわ。こんなん、あるのね。あるぜ。次は昼の3時ね。日曜日の昼の3時は家族持ちにゃつらいぜ。うぷぬし、すぐエントリー画面を確認してる？すでに、準備中の表記になってるな。昼の3時まで待つの？うぷぬしは立場上無理だな。うぷぬしはその時間は参戦しないの？うぷぬし、そんな時間にアケコン、ガチャガチャしたら。娘と遊べと嫁さんに離婚されるぜ。独身なら一日やってたのにね。辛いぜ、娘は可愛いがな。なので、早朝になってしまうわけだが。せっかく早起きして、トーナメントなしは。嫌だったらしく、うぷぬし、ランクドマッチをするぜ。なるほど。段位
は同程度速度切断率は何でもありね。ウプ主はそうするぜ、はい決定。相変わらず、PS5 のくせにここは長いわね。ひたすら待つんだが。ウプ主、寝るなよ。ここはトイレに行ってよさそうね。そうだな、トイレ休憩だな。カップヌードルは作れないかな？ちょっと短いか。もう画面変わるだろう。変わった。ここでも、ウプ主 CPU 相手に、何にもしないぜ。ここでも、ひたすら待つのね。だが、ここは油断してトイレには行けないぜ。多分、トーナメントに参戦できなかった人たちが、今対戦しているんだろうな。じゃ、早くどこか対戦終わりなさい。どうでもいいが、このステージはつまらんな。屋根の上がいいんでしょ？その通りだぜ。牧歌的すぎるぜ。まだ、さあなあ、こればっかりは誰にもわからんな。ウプ主は同程度にしたが、時間帯によっては、とんでもない段位と当たることもあるぜ。上も下も？そうだぜ、ウプ主、もうやめたら。ルームマッチを探した方がいいかもな。最近、強い段位が多くて入りにくいがな。下。ウプ主、脳を経由しないでボタンを押す。段位はなんで、誰だろう？こいつかー。6段だわ、キャラ的に強いか弱いか、わからんやつだぜ。ウプ主的にゃ、あんまり苦手じゃないぞ。レイフェイと同じくらいかな？ん、そうかもしれん。ジャッキーステージね。行くわよ。どこから登場しとんねん。はいはい、何でも言ってなさい。ウプ主、HP 側が好きだぜ。いつもの先制攻撃ね。蹴りを下に避けて、攻撃。どっかでも、どんどん行くぜ。いいんじゃない。変な動きだぜ。このキャラ、距離取るの好きだよな。ほんと、変な動きね。変な動きで KO 取られたぞ。ウプ主、あかにゃーん。変なリプレイだぜ。どんなコマンドなんだろう？ウプ主、頑張れ。下ろす時の蹴りが当たった。ダウン攻撃炸裂ね。何ねとんねん。置き方ジジイか。ウプ主、大丈夫なの？追って、すぐ蹴る。もう一発やー。距離を取って、走り込む。待ってたな。蹴って当たるー。どっけ、どっけー。どつかれても、バイド突き返す。いけるぞー、KO。ずっと寝ときなさい。さすが、バイは技の出が早いぜ。寝とけー。そうしとけ。このステップも腹立つわ。ウプ主、いつものパターンだけど。ダウン取られた。距離取るの好きだよなー。駆け寄って途中で止まって。蹴る蹴る蹴る、ずっと蹴る。蹴りまくって、全然ガードしないから、蹴り倒す。また最後蹴って、KO。寝てろ。リプレイは蹴りしかないな。弱いのか？戦意喪失してる？ウプ主、勝っちゃえ。今度も蹴り倒す。蹴られても、蹴り倒す。ウプ主、同じ動きしかしていないわね。なんやー、急にどうしよったにゃー。ぶち切れたの？なんや、こいつ？反撃するも KO 取られたわ。なんか、ムカつくわー。リプレイもムカつくぜ。最終セットはどんな戦い方するんだ？ステップがムカつくぜ。回し振りなんかできるの？ダウンから、また蹴り倒す。ガードしないわねー。あと一発、あってなく KO 取った。勝ってやったが、変なプレイヤーだったな。あのキャラ使うってのもね。私の勝ちね。再戦を申し込んできたわ。ウプ主、勝てると思ったが、こいつと再戦はやめたぜ。ここで、対戦相手を検索するを選んだら、また同じ相手だったなんてことも珍しくないので。メインメニューに戻るぜ。なるほど。ま、しょうもない動画で申し訳ありませんでした。今回はこれで終わりです。最後までお付き合いしていただいた皆様、お疲れ様でした。何かお気づきの点やリクエストがございましたらコメント欄に。もし、この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をいただけましたら幸いです。それでは皆様お忙しいところ、ご視聴いただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。終わる前に今回もおまけがあるぜ。なになに？いっぱいある、バーチャファイター3の裏技の一部だ。あ、やっぱり、今回は、ピースサインだぜ。
まずは影だぜ。ピースサインだけのなのね。やっぱり影は、たらいが落ちないとな。やっぱりこれに限るわ。そうだよな。次は新しいの行くぜ。ジャッキーやん。バーチャファイター3の開発人はピースが好きだぜ。ほんとね、時代かな？かもな。ウプ主、裏技を永遠再現中です。では、お後もいいようで。皆様、次の機会に。